皆さんこんばんは、 MK です。今回は進まなくてもしぶきを上げる方法を説明したいと思います。ちょっとね、何を言ってるかわからないと思うんですけど、まあ説明していきます。こうやって普通にインクの上を進むともちろんしぶきが上がりますね。なんですけど、これ壁に向かってやってみると壁の方に進んでもしぶきは上がりません。で、これ以外にもまあ黙っててももちろんしぶきは上がりませんね。なんですけど、天美術大学の一部の場所では壁に向かって進んでもしぶきを上げることができます。それがここですね。ちょっとやってみましょう。こういう感じでこれ以上進まないのにずっとしぶきが上がってる状態になりますね。で、これここの場所でしかできないんですよ。で、これまあまあちょっと他の場所でも試してみますか。こっちで来てもまあできないと。ここでもできませんし、もちろんこの奥の方でもできません。はい、なので今のところ自分が知ってる場所ではここだけですね。で、これなんでかっていうと、多分ここね、看板のこの下の方がちょっと天井みたいになってて、それにうまくぶつかってるんだと思います。なのでここでしかできないのかなって思ってます。ここですね。こういう感じでやることができます。で、これ今壁を塗っていない状態なんですけど、ちょっと壁を塗ってみましょう。壁を塗るとちょっと難易度が上がるんですよね。ここ、あ、できるな、おい。あのね、これちょっと難しいんですよ。壁を塗るとね、ちょっと一回外れて入ってみると、できるな。いや、違うんですよ。できないんですよ、これ。一回外れると、あ、そうですね、こういう感じで。ちょっとね、塗らなかった時よりもやりにくいんですね。で、これ多分あの天井にこう登る判定みたいなのが無駄に出ちゃってできないんだと思います。はい、というね、まああまり何ですか、実用性も何もないバグなんですけど、まあ説明しました。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。